皆さんおはようございます、こんにちは、こん皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。味噌汁チャンネルの味噌汁こと石川理恵です。明けましておめでとうございます。本日もご視聴ありがとうございます。今日はファイナルファンタジーブレイブエクスビアスウォーブザビジョンズゲーセソをプレイしていこうと思います。1月1日から僕の大好きなロイマスタングが来ております。今日はそちらを狙ってガチャを引いていこうと思います。それでは行ってみましょう。ロイ引ける、これはロイ引ける、あ味噌汁史上最大の神ギア、これいくわ、これきますよ。ロイ来てる、おー優勝がなくなっちまったよ。買います、いきます。10日交換させてください。むしろ10日交換以上のプラプラプラのプラ、全然10日じゃない。鼻水いちゃった。ちょっと待ってよ、つわりの仮面だ、強いんですかね。あんまりちょっとやっぱ自分のちょっと範疇外のビジョンカードはまだ覚えられてなくて、まあ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 、いいんですいいんです、ここからここから、これいきます。俺は優勝を信じる。ビジョンね、ビジョン多め、金は変わる、変わらない。いやこのビジョンカードなんかすごいの出るよ、なんかすごいの来い。お、今めっちゃ集めてるんですよ。ちょ待って、出る虹が全部当たり説、私が把握してないだけで出てる虹全部当たりなんじゃないかな。コメントでぜひ教えてくれたら嬉しいです。やっぱコメントで学んでるんでね僕は。私はガチャを引きすぎてこういうのをスキップしちゃってさ、消化試合だ、はい、入ってやっちゃうんですけど、結構コメントでね前回あのドキドキしたいです、全部ちゃんと開けてくださいって言われて開けるようにしたいと思います。ほらこれもうドキドキなんてドキドキなんてしてないからリアクションもこんな感じになっちゃうのよ。ドキドキなんてしてない、俺はガチャの現実を見てる。でも来るよ、これ二次角じゃないよね、あれ、はっ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 、風かなんかの必須じゃなかった、あれ持ってんだよ、なんか風バカなんかやった時の必須ビジョンカードみたいな。その人は闇の強い魔法アタッカーというかね、あの魔法使いかなと思ってるかもしれないけど、もうやっぱ本気でマジンフィーナを嫌いなやつなんていない。マジンフィーナは FF7 でいうとこのエアリスみたいなポジションなんですよ。ぜひ本気やってほしい、そうだったらいいなって思ってたの。私も行くよ、やばいよ、なんか新年のガチャやばい、震えてる、神引きすぎる、
ステップ UR 一枠確定。やばい、ユニットまずかけら、いいいいいい、来るよ。これでロイ引いてグッドゲームメルプレイ2023年開幕最高の一日を迎えたいと思います。それでは行きます。よろしくお願いします。今年もよろしく。何年目かは忘れました。もう数えることもやめましたが、35,000円目。円でガチャを数えるな。いくぜ。おお、右にナチュラル虹。何のビジョンカードだろう。トゥイオーディなさそうです。オーディは強いですよね。ゲージついてるんですから、いきます。ロイ70連目、トータル130連目ぐらい。ほい、自動で開かない。こうなってしまいます。私は素直な女なんだ。消化試合の10連が見えた時にやっぱりなんか毎回こうリアクションできねえんだ。心が諦めちまってる。いやでもね、これっていい状態なんですよ。皆さん知ってますか？期待してる時ってガチャって出ないんですよ。心が諦めてるその時出るから、この諦めの気持ちさえもプラスに変えてる。ちゃんと伝わってる、スクエアエニックスさんに。新宿にこの心が届いてるはず。ほらーねー、ちょっとこれまだマックスじゃないはず。もうすぐなんですよ。もうちょいでマックスなんですよ。ヘルナママにつけてる。やべえよ、マジーティも出たし相性良すげー。どうする、テレテテレテテテレテテ。現役民には伝わらないだろうな今の。はっ、いるか、今の小学はいるんですか。こちらの気持ちをもてあそばれてます。いきます。タブレットでやってるんですよ。タブレットってすごくない。あ、来た。テレテレテ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 リフレッシュ。あー、ビジョンカードだ。おっ、はい、お疲れ。うわ、2周目終わった。いやもう青からは望め、私は現実を見てる。現実を生きる女石川。ほう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 。まあでも新しいビジョンカード嬉しい。これ強いのかな。なんか知らない間に強いの持ってる説もあるから。そう、3ステップ目いっちゃうよ。ロイタン、ロイタン、天井どこだ。天井一旦見に行くか。俺は天井を確認した方がいい。もうなんか勢いで引いてる気がする。正月ボケしてる。一旦天井見、ツンデレなんだからありがとうってくれて。エンゲルベルトはさ、どうですか。エンゲルベルトって光じゃないですか。強いですか。コメントで教えてください。私ちょっとね、光はマジで分かんないんですよ。光
光はマジで知らない。光の必須教えてください。コメント待ってます。なんか意外とさ、厳選層の攻略サイトとか見てもわからないことが多くて、無です。神道を滅却させればガチャは出ん。いいでしょういいでしょう、ロイマスタングに捧げましょう、私の正月のお年玉をよ。いきます。お正月ガチャ45,000円ぐらい、45,000円。何年かはもう数えることはやめた。あ、私あれだわ、天井を見に行くって話をしたんだ。虹は出てる。え、すごい虹の量だが今の。ほよよ、まあまあ一旦行きましょう。これを引き切ることは確定している。そうね、200連か。石使ってちゃんと200連で出るのか。お願いよ、最後出るから。私はいつだって優勝で引いてきた。いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから愛も。いや、僕はこの無償の石を顔集めに使いたいのよ。あー、なんか美女多くない？心が諦めてないのかも、出るかもって思っちゃってるのかも。尻すぼみガチャです。どうもこんにちは、尻すぼみ石川です。タイヨロです。お、イフリートちゃん出たけども、もう引くに引けないよ。調子に乗るんじゃなかった、引くに引けねえよ。行くか、1回限定ナインステップ。あー、始まってしまった。俺のー、あー、スキップをしたいよ。でもコメントでドキドキしたいですって言われた。ドキドキできますかねえ、これドキドキしてますか。ドキドキしてます。どうもこんにちは、ドキドキ石川です。だから地引きなんだ今のは。わー、意味、地引きのユニットチャンス逃したん。スキップは押さない。俺は連打をする。タブレットをタプタプする。タプタプタプ。ほっ。ほっ。ああ、シーザーランクに。しかもついに99レベルまでの鈴の旅に出ることができるようになりました。文句言ってすみませんでした、スクエアエニックスさん。僕今日新宿に向けて足向けて寝ません。ありがとうございます。実は嘘です。ジザタン、ジザタンというかスズタンというか、スズタン、はっ、へえ、出てる、やばい、すみませんでした、ありがとう、撤回してすみませんでした、本当にありがとうございます。新年早々本当にありがとうございます。今日は大阪に足を向けて寝たいと思います。ゴーブルだ。でも、新宿に足向けて寝ます。いや、ガーブルは推しだしストーリーも好きだったんだけど、でもちょっとユニットとして使うのはまた一個を考えさせていただきたい所存。あー、お願いよー、ねー、どうするよー、どうするよこれ。何事もない、なぎなぎガチャいきます。やべえ、ステップ終わっちまう。全部引いたらほぼ天井やで。ようできとるシステムですな。
優勝を3ステップ全部踏んで5ステップのやつを3回やって90 9個じゃん、9セット100。文句言ってすみませんでした。私の手のひら返す準備できてます。守られました。私の手首は、手首が守られた。あぶねえ。でもさくらちゃんは強くなったし。え、さくら光弾。え、さくら強くなったって聞いたけどさ、だから嬉しいんだけどさ、さくら光弾。まあまあまあ、彼女はベリアスの鎧を脱いでこう善の道にね、道ビアを作って善の道に行ってるからな。心が光。さあ来い。どうする。え、シュテル育てて光パをさネクスト作るんだとしたら、うえい、来てるよ来てるよ、本気の流れ来てるよ。さあステップ踏めばパラッパパラパラダイス。やめてくれ。心はなぎ説になりたくないんですよ、ガチャで。はい、開いちゃいました。オープン。開きましたね。あーやだー、ワンちゃん、ステップアップがワンちゃん。まあいいです。見て、これが海から見える初日の出、三河湾に輝く。本当にありがとうございました。皆さんと過ごせたここ数ヶ月楽しかったです。ロイマスタングに見えるな。こうより目で見たらちょっとよりマスタングに見えるな。ほらな、こうここまで行くと何も見えんけど、これぐらいにしたら見えんか。ラストだ。え、コラボのこの字もないガチャの中身にどうなってるんだい。来ました。あー、対戦ありがとうございました。やっぱりステップアップは私を救ってくれますね。いやー、マジで一生新宿に足に向けて寝ないわ。出張で北海道に行ってもそれでもなお新宿に足向けて寝ません。ありがとうございました。本当にやばい。小川通りとこっちが来たのかな、こっちが東京。はい、もしもうこれで最後まで撮るから、これでもう一生私は向けないよ、新宿側に向けない足を。ありがとう、ありがとう。やばい、足向けてね。ね、マジでやべえ。待って、はあ、ゲリエ戦争神ゲーだな。おい、そうね、かろうじて天井ではないということで、ロイマスタングガチャ引いてまいりました。いかがでしたでしょうか。面白かったよって方、高評価コメント、そして初めましての方はチャンネル登録よろしくお願いします。2023年もみそ汁チャンネルをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。